50円玉20枚の謎は、推理作家の若竹七海が大学生の時に体験した奇妙な出来事をめぐる謎。その奇妙な出来事とは、若竹七海がアルバイトをしていた池袋の書店で、毎週土曜日になると50円玉20枚を握りしめた男が現れて、千円札への両替だけ、済ませるといそいそと帰っていったというものである。今までに、 多くの推理作家がこの謎に挑戦しており、回答の一般公募も1991年と2000年の計2回行われている。1990年、若手推理作家数十人が集まって雑談をしていた際に、若竹七回が50円玉20枚の謎の話を持ち出した。その後、東京草原社の編集者、戸川康信から、 そのテーマで共作するという提案がなされ、年間のオリジナルアンソロジー、相川哲也と13の謎91に若竹7、回による、出題、のりづきりんた回答編1、井高博回答編2が掲載された。また、同書で、一般公募の告知がなされた。一般公募作品は、締め切りまでに36編が寄せられ、また、 プロ作家からも新たに4編の回答編が寄せられたことから当初予定していた草原推理1への掲載をやめ別冊として単行本化することになった一般公募での受賞者の中には翌1994年1月に東京草原社から単行本デビューすることになる倉地厚氏や同じく1994年に第1回草原推理短編賞を受賞してデビューする 剣持隆氏がいた。2000年11月に前期の協作50円玉20枚の謎が文庫化され、その刊末で2001年5月末日を締め切りとして、再び原稿募集が行われた。この時の工房では、ある店を定期的に訪れて、効果の両替を頼むという骨格さえ変えなければ、ある程度自由な環境設定をしていいとされた。締め切りまでに、 前回の6倍の217編の応募があり、草原推理21に以下の3編が掲載された。Web、メフィスト日常の謎、草原推理に P262 参照。ありがとうございます。